はい、皆さんこんにちは、三浦です。最近ね、僕通信対戦を結構よくやっていまして、結構ね階級が上がってるんですよね。どれくらいだろう、勝ち点がね多分2700とか2600ぐらいかな。あ、2630で魔人。昨日ね、階級が王様から魔人に上がりました。あのね、もう途中からね階級がよく分かんなくなるんでね、名人とか博士とか魔人とか王とかね、どっちが上でどっちが下かよく分かんないね階級になってるんだけど、ちょっと情勢なんかいつもこれ互角なんだよね。うん、で本付け本家、うん、パパ新しい人だな。いいな、僕もこういう殺生とかね関白とかなりたいんだけど、なんだろうねこの妖怪。うんなんかね、多分まあ無理だなこの元帥とかなるの。残念ながらね、僕通信対戦いろいろやっていて、未だに改造の妖怪使ってくる人いますね。うん、昨日なんかね、寝違えるとかカラミゾンとか、多分ランク D なんですけど、ランク D の妖怪なのにね、攻撃力がガードしてるのに100無理だ女王に100ダメージが入るようなね、そういうありえない感じの、ね、妖怪たちが出てくるんで、多分まだ改造の妖怪たち来てますね。うん、で僕の順位が160位、そんなにやってるわけじゃないんだけど、まあ多分ねちょっと改造の妖怪があるということで、他の人があんま通信対戦やってないんだろうね。これがねちょっと残念かな。まあ、通信対戦面白いんだけどね、中にはちょっとそのずるいことしてくる人がいるから、もうこれ早く改善してもらいたいんだけど、160位。うん、でね結構ねKP っていうのかな、このポイント、公式 KP ショップであのアイテムと交換できるポイントが1万3000とね溜まってるんで、実はスペシャルコインともう交換できるんじゃないかな。あ、できるできるね、スペシャルコイン1万ポイントなんで、交換できるね。あともうちょっとポイントが溜まったら5つ星コインっていうのもね、ちょっと交換、5000ポイントなんですけど変えていきたいんですけどね。さあ、で昨日ね階級が王様から魔人になったんで、なんか届いてるはずなんだよね。あ、ミニ経験値玉っていうのはいつももらえるんだねこれきっと。うん、あ、金の、あ、これ嬉しいな、金の手形3個。あ、これ嬉しい、あの妖怪ウチバスターズね、レアなアイテムとか全然取れてないから、金の手形結構ね使ってるんだけど、さあ、じゃあ今回は、スポーツジム行ってボスラッシュですね、やっていきたいなと思います。もっとね早くクローニと戦いたかったんだけど、どうすれば戦うことができるのか全然、最近ようやく知ったんでねなかなか戦うことができなかったんですけど、よし、じゃあやっていくか。ボスラッシュ命がけの5連戦、じゃあこれやっていきますメンバー的にはまあこれでいいや。うん、まああんま考えてないです。適当な感じで入れてあります。よし、そろそろ手強くなってくるんじゃないかなボス。うん、だんだん面白い感じになってくると思う。イカカモネか、なるほど、こいつは手強いぞ。よし、早送り。こいつもねちょっと戦い方がよくわかんないんだよね。ピンさせる場所が何箇所かあるんだよね、多分手と頭かな。おお、さすらい玉が来た。オッケーオッケー、ついてる。よし、技使える。
あ、それだって、あ、じゃあしまった、しまった、何やってんだよ。あ、尿炎にしてたんだ、やばい、自分で不利な状況を作ってしまった。ちょっとね、あれなんだよな、漢方1個も持ってないっていうか、アイテム使えないじゃん。あれ、なんでアイテム使えないんだろう。あ、そうか、ボスラッシュだからアイテム使えないんだ。なるほど、あ、そういうルールだったんだね。ちょっと もうマスターニャーダもやばいことになってるし、ちょっとマスターニャーダを前に出して、ちょっとね、イケメン犬回復させてあげて。 OK、 ナイスで、メンバー変えようあ、マスターニャーダを前に出して技、イカかもね、硬いな。よし、ナイス、マスターニャーダナイス。あ、吸収の術を使ってくるんだこいつね。硬いね。あ、早送りしろよ、早送り。よっしゃ、スイカニャンがたまる。あー、技使ってくるのか。ちょっと急げ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 、やべ、スイカニャンやばい、あ、下げた方がいい、絶対下げた方がいい、スイカニャンがやばい。あれ、ダメージが入らない。あー、結構食らね。よし、こうしよう。オッケー。あー、危ない、スイカニャンがやばい。よし、メンバー変えて。こいつはちょっとしぶといな。頑張れ頑張れ。あー、スイカニャンがまずい。おし、倒した。さすがにここまで来ると結構ね、相手が手強くなってくる。あー、なんとか倒せた。ちょっと待ってジバニャンの技ちょっと変えていこう。なんで尿炎になってるんだろう。ジバニャン、ジバニャン、尿炎なんか全然使えない技なんだからね。ちょっと百裂肉球、コマニャチの方がいいか。そうだよね、ボス戦だからコマニャチの方が。よし、じゃあこれでね、再開。じゃあ2戦目ですね。さっきがイカカモネだから、イカカモネだから次なんだろう。あ、なるほどね、イカカマネ議長の変身。これもね、戦い方がよくわかんないんだよね。ゲソを狙った方がいいのかな。あ、ゲソって言っていいのかな。なんかね、鼻から伸びてるなんか尻尾みたいなやつ。あー、そっか、取り付き攻撃はちょっとし、やだな。お払い。まあ、とりあえずね、胸のあたりを狙うと弱点のね、気持ち悪いなんか変なたまたまみたいなやつが出てくるんだけど。さあ、よし、うん、ちょっとあれかな。あ、やった、出した出した。攻撃系の妖怪を前に出した方が良さそうだな。そうそうそう、取り付き攻撃がね、この敵はちょっと厄介。
うわ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 、待ってくれ待ってくれ、もうとこいつに取りつかれるのはもうしょうがないのか。よし、お祓い、お祓いが大変このボス戦は。あー、やめてくれやめてくれ、何しやがるんだ。もう俺はもう忙しいな。ちょっと技使うか。うわ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 、コマニャチ。あれ弱点、あ、オッケーオッケー、弱点。うわうわうわ、ちょっと待って、お祓いが間に合わないんだけど。頑張れみんな、頑張るんだ。よし、うわ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 、もうよし、追加にゃん技。うん、スイカニャンを未だに使ってる人はそんなにいないだろうね。僕ぐらいかな。おお、やめてくれよもう。よし、お祓いお祓い。あ、なんかさすらい玉来たよ。うん、お祓いが間に合わないんだけど。よし、オッケー。よし、またジバニャンね、技ぶち込んでいくか。もうガンガンもう技使っていこうかな。あ、ちょっとしまったしまったしまった。あー、そっちじゃないんだけどな。よし、もう全員取り憑かれてるっていうね。お祓い。あ、そうそうそう、この顔が赤くなった時点が本番なんだよな。攻撃がね、めっちゃ多分アップ。あー、もうやめてよ、取り憑き攻撃多すぎだってこの敵。よし、お祓いお祓い。これがね、本当のボス戦だったらね、この戦いが終わった後、経験値がやばいことになってるから、まあ嬉しいんだけど、今回はボス戦だからね、関係、あ、ボスラッシュだから関係ないんだよな。よし。頑張れ。あ、やめろ、やめよう。ジバニャンの技つ、よし、オッケー。弱点見した。あー、向こうも技使ってくんのか。あ、やべ、これ技使った後弱点閉じちゃうんだよな、最悪。うわー、お祓い。オッケー。うーん、ちょっと厳しいな、土雲がやばいことになってる。ちょっとあれだな、メンバーの妖怪入れ替えた方がいいかもな。ちょっと手強くなってきたな、さすがに。だいたい今のメンバーがレベル70ぐらいなんだけど、ちょっと厳しいな。っていうか時間がかかりすぎる。あー、もうやめてよ、もう。よし、メンバー変えてのこうか。お、オッケーオッケー、なんかよくわかんないけどダウンしやがった。なんでダウンしたんだろう。オッケー、コマニャチ。よし、今のうち今のうちだ。
あともう一回、あともう一回、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 メンバー変えて。オッケー、倒したー。時間かかったー。うん、手ごわくなってきたね。ちょっとメンバー変えよう。うん、ちょっとセーブして中断で、多分ねイカカモネ議長だったから、次はドンドロかな。多分そうなんだよね、ドンドロなんで、多分今のメンバーだとかなり厳しい。メンバー変えていくか。じゃあ一応僕のブシニャンとかね入れて、もう最強メンバーでいくか。あとは山吹鬼かな。やば、うん、花坂 G 入れとくかな。花坂 G 入れて、山吹鬼もう一杯、もう一体入れていきたいな。じゃこうしてこうかな。あと一人、誰、どうしよう。あと一人、あと一人はヤマタンか。うん、よし、ヤマタン入れよう。うん、じゃあこれでいくかな。3戦目、うん、ボスラッシュ、オッケー。次はね、ドンドロでしょう。あ、違う、デルクイ叩きか。こいつはそんなに強くなかったはずなんだけどな。そうだよね。ああ、そっか、メンバーサークルが回せないっていうね。あ、そう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 。あー、結構地味になんか強いな、でもよし、1個ただ壊した。オッケー、あ、もう戦い方が分かればそんなに強いやつじゃないな、こいつは。やっちまえ、今のうち。いやー、いやー、ちょっと今の技はちょっと食らうな、結構。もういいや、メンバーサークル回せなくてもいいから、このままちょっと押し切っちゃうかな。ちょっと待って、 G 技、オッケー、オッケー、倒した。うん、さっきのイカカモネの方が強敵だったな。オッケー、じゃあガンガンやるか。おーっと、こいつか。これはちょっと手ごわいな。なんかコメント欄にね、あの巻き戻石、復活するとき巻き戻石狙うことができますよっていうコメントがつくんだけど、ちょっと狙い方がね難しいんだよね、タイミングが。これちょっとまずいかな、逆に。あの僕の今いるメンバーが攻撃力が高すぎるんで、同時に倒すっていうのはちょっと難しいかもしれない。あー、そうだね、絶対そうだこれ。あー、そうだよ、同時に倒すの難しいよこれ。そんなに強くはないんだけどな。オッケー、あー、倒しちゃうな、どうしても。そうそう、あー、そうか、巻き戻す席狙った方がいいのか。うん、あ、じゃあ次ちょっと狙ってみるか、巻き戻す席狙う。あれ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 、どうやって、あ、今ので壊すのか。オッケー、ようやく分かった。あ、なるほど、
コツが分かればなんてことない敵だった。ちょっとね、よくコメント欄にね、巻き戻す敵狙えばいいんですよっていうコメント欄がつくんだけど、ちょっと狙い方がよく分かんなかったんだよね、ずっと。じゃあ次が最後か。お、時を奪うね。来たね、ようやく。よし、早送り。あいつだよー。うん、僕はね、志村けん、志村けんの世代なんで、どうしてもね、これ志村けんにしか見えないんだけどね。あ、もうあっという間だ、もう。あっという間。オッケー、倒した。お、伝説のバッジを手に入れた。うん。オッケー。次のボスラッシュもできるようになってるんじゃない？バトル。ボスラッシュ。あ、うん、多分できるね。これ最後までできるな、クローニと。地獄の8連星、なんだろう。地獄の内から蘇った邪悪なボスたちとの強烈な8連戦。今、時を奪うねだっけ？時を奪うねが出たから、そんな、まだ戦っていないボスっているかな？うん、何のボスが出るか全然想像ができないんですけど、ちょっとね、今日は結構時間かかってしまったんで、一旦はここで終わります。はい。あともう少しでクローニと戦うことができそうですね。はい。ご視聴ありがとうございました。